2007年9月、中村屋の兄弟と一門は公演のため沖縄を訪れていました。お疲れ様です。お疲れ様でした。また、はい、何すんの小田さん、明日何すんの？めでてん。あ、一緒に来る。めでてん。アウトレット行くよ。こちらは当時最年長のお弟子、中村小三座、中村屋のムードメーカーです。あの、いろんなもの売ってる。お母さんの存在ですけど、どういう、もう家族ですよね。あの、おじさんっていうか、中村屋のみんなは本当にもう家族として、なんだろうね、お母さんさんは守り神シーサーのような存在ですね。私もね、今発表していいか分かんないけど、はい、文化庁のあら、少々。あ、そうなんですか。ですから、おめでとうございます。それは小三座が文化庁長官表彰を受けることに、長年にわたる歌舞伎界への貢献が評価されたのです。4歳の時、一般家庭から17代目中村勘三郎に弟子入りした小三座。以来80年を超える長きにわたり、後輩たちにその知識と経験を伝えてきました。麹屋が出ちゃうから嫌なんて、素顔嫌いなのよ。文化庁、あ、そう、長官賞、ありがとうございます。ありがとうございます。何か言ったことありますか？もう喋りました。いや、このあの、いや、もう民に、いやいや、民に、民、一生懸命やってください。あー、カツがありましたよね。だ、ご飯は食べたの？え、私は8時まで食べてる。じゃあね、グッナイ。絶対使ってない。いや、絶対使ってない。